悪性リンパ腫、悪性リンパ腫、悪性リンパ腫、ML、マリグネントリンフォーマは血液の癌でリンパ系組織から発生する悪性腫瘍である。リンパ系組織は全身をめぐっているため、肉腫及び癌腫の癌とは異なり、外科手術による切除は行わず、ただし、主題による圧迫などを緩和するためこそ手術を行うことはある、主に放射線療法及び、 化学療法を適用する。リンパ種には良性はないため、必ず悪性ということになるが、日本語の病名としては、明示的に悪性リンパ種と呼び習している。診療科目は、血液内科や自備咽喉科などである。悪性リンパ種は、単一ではなく、多様な病形のリンパ系組織の癌の総称である。病形を対別すると、ホジキンリンパ種、ホジキン、 s リンフォーマ、HL, あるいはホジキン、SDGs, HD と非ホジキンリンパ種がある。欧米ではホジキンリンパ種が多数を占めるが、日本人のホジキンリンパ種は約1 0であり、日本ではほとんどが非ホジキンリンパ種で占めている。病形によって治療方針及び予後が大きく異なるので、リンパ種では自己の病形を知ることが重要である。 日本人の2000年における年間推定患者数は約1万3000人、発生率は10万人に約10人ほど、欧米人は10万人に約20人で近年増加傾向にある。リンパ腫は全身に発生するというその性質上、治療を行っても、癌細胞が完全に消えたことを証明することはできない。そのため、感知という表現はせず、 腫瘍を検出できなくなった時点で、寛解、寛解したと表現する。これは、同じ血液の癌である白血病と同様の扱いである。寛解に至っても、癌細胞が残存していることがあって、再発するケースもある。原因は分かっていないが、ウイルス説、カビ説、遺伝説などがある。小児白血病、重毛癌などと並んで、悪性腫瘍の中では、 比較的抗がん剤が効きやすいとされる。抗がん剤は活発な細胞を攻撃するため、一般に、癌の進行が早い悪性度の高いものほど、抗がん剤に対する、感受性が強く、進行の遅い低悪性度は感受性が低いと、されている。頸部、首、素頸部、股の付け根、液化などのリンパ節が主大する、腫れることが多い。 リンパ節が 1cm を超え肥大が進行したり、主流の数が短期間で増加する場合は、慢性リンパ節炎、結核性リンパ節炎、アキュー性死性リンパ節炎などがある。また、主張の原因が不明な場合は一度感染した EV ウイルスが再活性化、病床が慢性化していないか調べることも重要である。核臓器に発生するリンパ種の場合には、レントゲンや、 内視鏡による検査で発見される場合もある。また、全身の検体、発熱、頭感、寝汗、体重の減少などが見られる場合もあり、これらの全身症状は B 症状と呼ばれる。B 症状は予後不良因子とされている。進行すると、全身の衰弱、陸、多臓器不全などから死に至る。リンパ腫を疑う場合は、触診、血液検査、 造影 CT 検査などを行い病変の部位を検索するが、確定診断は、リンパ節成検を行うことにより、病理組織分類や遺伝子異常の検索も行うことがある。針成検での診断は難しいため、リンパ節を切り取って、組織を調べることが多い。リンパ種の病気分類としては、次のアンナーバー分類が世界的に用いられている。通常の癌と異なり、 定期という分類はない。増血器腫瘍診療ガイドラインより引用し改編。他に、ルガーの分類が使用されることもある。増血器腫瘍診療ガイドラインより引用し改編。国際予後因子が有名である。予後因子の数で患者を層別化し、予後を判定する。予後因子として、が挙げられている。標準治療を。 CHOP 療法などを行った場合の予後は5年生存率が25%程度。非保持ンリンパ種は保持ンリンパ種に該当しない多様なリンパ系組織の癌の総称であるので世界的に統一された分類というのはなかったが1999年に発表された風分類が現在有効である。非保持金リンパ種は B 細胞が癌化するか T 細胞あるいは NK 細胞ががん化するかによって大きく二つに分類される。前者を B 細胞性腫瘍と言い,い、後者を T、NK 細胞性腫瘍という。リンパ球の腫瘍としては、急性リンパ性白血病、慢性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫をはじめ各種ある。それぞれ正常リンパ球のどの段階で発がんしたかによって性質が異なると、 考えられている。そのため、リンパ球の成熟過程を知っておくことが理解の助けとなる。学問的には、急性発血病という概念などなくして、骨髄急性疾患とリンパ急性疾患に分けた方がスッキリする。しかし、オールは臨床経過が急性骨髄性発血病に非常に近く、そのような単純な分類は、臨床家が受け入れることができない。 急性と慢性の違いに関しても、骨髄性とリンパ性とは随分印象が異なる。アマルと、慢性骨髄性白血病は確かに間別が重要だが、オールと CLL は間別することは、まずない。教科書で、急性白血病と、慢性白血病の違いは文化障害の、有無とかといった項目が並ぶが、これは、骨髄性のみ気にするべき事項であって、リンパ性では問題にならない。 CML は原発性骨髄繊維症や本体性血小板血症といった骨髄増殖性疾患に分類され、さらに余るとなる急性添加があるので区別が重要となる。二次性白血病としては MDS a、アルキル化薬によるものも知られている。また白血化という言葉があるが、これは末梢血に主要細胞が見られることで急性白血病ならば、 リンパ種ならば、異形リンパ球やアザーでカウントされることが多い。これらは自動測定器では見逃すことが多いので、強権する必要がある。B リンパ球の幹細胞は骨髄に存在する。ここで VDJ 領域の再構成を行い、アイムを発現し、成熟 B 細胞となる。骨髄内の抗原と反応してしまう B 細胞はこの時点でアポトーシスされる。 成熟 B 細胞は骨髄を離れて、リンパ組織へ行く。リンパ組織では、各種相互作用に応じて分化する。T 細胞非依存抗原と相互作用できた場合は、i イム3質細胞、形質細胞、一部 B 細胞となり、T 細胞依存性抗原としか相互作用ができないと、肺中心に移行し、クラススイッチを起こし、イグ産質細胞となる。これで、形質細胞、 または記憶 B 細胞になる。クラススイッチを起こした形質細胞は、単名のものと長命のものに分かれる。単名のものは、リンパ組織内に止まり、長命のものは、線具形質細胞となり骨髄循環に適応し、抗体を算出し続ける。これらの、どの段階で発がんしたかによって、使用の性質が異なるのではないかというのが、近年の考え方である。幸いなことに、 これらの文化成熟過程における抗原の変化はよく知られている。多発性骨髄種で、形質細胞が骨髄に止まるのが不思議だが、腸明の形質細胞は骨髄循環に適応しているので、骨髄で増殖してもおかしくない。M タンパク血症を起こすもののうち、アイム酸性場合だけ特に問題ないのもアイム。分泌は文化過程が違うということで多少は説明できる。 しかしなぜ予後まで違うのかは、今のところ説明できない。T 細胞はまず骨髄の増血幹細胞から生じる。リンパ球線具細胞の状態で強線に達することで、性の選択、負の選択を受けていく。強線皮質から強線髄質へ至る過程で成熟、また不適切なものはアポトーシスに導かれる。強線髄質に達することには、 CD4 系と CD8 系に分かれる。成熟 T 細胞のマーカーとしては TCR や CD3 が知られている。治療法は抗がん剤化学療法、放射線療法を単独で、もしくは組み合わせて行う。増血幹細胞移植を行うこともある。疾患ごとに病気や予後因子等によって推奨される治療法は異なるので、詳細は 各疾患の治療の項目を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。